本日はブレイキングダウンファイターでありライジンファイターのジャキ・マセヤ選手がブレイキングダウン運営と揉め、ブレイキングダウンから去ることとなりましたので、そちらについてまとめていきます。ジャキ・マセヤ選手はブレイキングダウン戦績2戦2勝0敗、奈良県出身の34歳です。プロのリングでも活躍するジャキ・マセヤ選手は2023年10月ブレイキングダウンに初参戦を果たすと、プロ対抗戦として迎えた川島優太選手を相手に圧巻の1ラウンド KO 勝利を収め、続く2024年2月ブレイキングダウン11にて外へぼひろと選手と対戦し、接近戦の打ち合いを制し判定勝利。2大会連続でブレイキングダウントップ選手から連勝を収め、その実力を遺憾なく見せつけておりました。そんな中行われたブレイキングダウン 11.5 記者会見にて、大阪喧嘩自慢の下ミシュラン選手は、初めは 11.5 の大会でポーランドの刺客と対戦する予定だったんですけど、ポーランドが首を痛い言うて寝てるみたいなんで、ポーランドは首が痛くても川島優太とは対戦できるのに俺とは戦われへんみたいなんですよ、などと語り、ポーランドの刺客選手に対して揶揄とも取れる発言を行うと、この記者会見の直後、ポーランドの刺客選手は X にて、下ミシュラン、今記者会見見とったけど何言っとん、君との試合の話って初耳やぞ、運営からオファーが来たら断らんよ、君であろうが飯田選手かジャキ選手、俺から見たら誰でもいい、などと投稿し、ジャキ・マセヤ選手の名前を含めると、この投稿に対してジャキ・マセヤ選手は X にて、俺はブレイキングダウンの運営からオファーどころか急にお見送り出てきたので試合には出ないですよ、確かにポーランドの刺客さんと俺が対戦したら面白そうですけど、などと投稿し、運営との裏話を行うと、この投稿の2日後再び X にて、今思ったらなんで俺がブレイキングダウン本戦出場をかけたスパーリングをしなきゃいけないねん、そもそもブレイキングダウンのベルトには興味ないし行かんでよかった、などと投稿し、ブレイキングダウン12のオーディションには行っていないとも取れる投稿を行うと、再び X にて、何も言われても大丈夫、選手を大切にしない格闘技団体は長続きするわけがない、感謝してる部分もめちゃくちゃあるがあまりにもひどすぎる、選手の時間を平気で奪うのは本当に許されない、時間はお金では買えない、などと投稿し、このジャキ・マセヤ選手の投稿に対してブレイキングダウン初代バンタム級王者である井原亮太郎選手は X にて、ジャキ君これはダサいっすよ、選手大事にしてないって何を思って言ってるんですか、これは全員に値するかもしれんから分かってほしいけど、そもそもブレイキングダウンで得られる知名度を考えたらどれだけ雑な扱いされてもトントンだろう、全員生意気で天狗になってんじゃねえよ、ジャキ君含め今こんな発言にちょっとでも賛否が出るのはブレイキングダウンのおかげなんじゃないの、金の話なんて言いたくないけど知名度ついて稼ぎ変わってないんですか、そこが全てでしょう、などと投稿し、ブレイキングダウンの運営批判を行ったジャキ・マセヤ選手に対して批判的なコメントを残しております。この井原亮太郎選手の投稿に対してブレイキングダウン COO 溝口雄二氏は X にて、井原君の気持ちはとても嬉しい、ありがとうね、一方でジャキ選手に対する我々の対応について現場に確認したところ、ジャキ選手が不快に感じたり誤解するのも無理はない、我々に落ち度のある行動だったと認識しました、などと投稿し、運営側としてもジャキ選手に対して対応について落ち度があったと反省する弁を述べております。この溝口雄二氏の投稿の翌日、ジャキ・マセヤ選手は X にて、先日はブレイキングダウン運営に対して不適切な投稿を行い気分を害された方々、ブレイキングダウンファンの方々、本当に申し訳ありませんでした、自分の知名度を上げてくれたブレイキングダウン様には本当に感謝しかありません、僕はブレイキングダウンから離れます、ありがとうございました、などと投稿し、ブレイキングダウンに対しての感謝を述べるとともに、ブレイキングダウンから離れると衝撃の発言を行っております。注目の集まるブレイキングダウンの今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。